それでは行きましょうか。いいっすよ。あげます。はい。ではね、終了までちょっとありますのでね。はい。僕らの告知の方もちょっとしていきたいかなと思いますが、はい。その前に、はい、まあ、ここまでねやっていただいた翔平さん、はい、なんか近々いろいろとイベントがあるようじゃないですか。あら、ちょっとずつ僕は Facebook とか Twitter とか見てますよ。もうね、ガチファンなんで、ガチファンで優しいチャンネルですねそういう告知とかちゃんとやらせてくれる一応振りがあるんで、はい、翔平さん、もしありましたらちょっと告知をよろしくお願いします。はい、でしたら、はい、ちょっと告知、はい、2つほどキンキンイベントがあるんですけども、はい、まず1つがですね、6月のですね、はい、27日水曜日です、はい、19時より、はい、たぬき工事7丁目にですね、はい、ヤーマンっていうお店があるんですよ、はい、そこがですね、文化発信だとしていこうっていう飲食店なんですけども、はい、まあ、そこで僕がですね、単独怪談ライブを、はい、先ほど言いましたが6月27日水曜日19時から行います、うん、でこれがですね、今回はチケット制になるかもしれないので、もしですねチケット制になった場合はチケット購入したい方、僕にですね、ツイッターだとかで、DM いただければですね、すぐに取り置きだとかすることもできます、うんうん、でもしチケット制じゃなかった場合はですね、そのまんま現地に足運んでいただければですね、階段行けますので、うんうん、はい、でもしチケット制になった場合は一応、入場料で1000円だけいただきます、うん、でその後はそこでの、飲食代のみなので、うん、そんなに高くなくですね、うんうん、階段行けるんじゃないかなと思います、うん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 、でもしチケット制じゃなくなった場合は飲食代のみです、うん、はい、になりますんで、うん、気軽にですね足運んでいただければありがたいなと何度も言いますけども、6月27日水曜日19時からたぬき工事7丁目ヤーマン、これが1つ目ですね、はい、で2つ目がですね6月30日土曜日です、はい、私がですね所属している怪談ライブバースリラーナイトに、はい、BB 五郎さんというですね、稲川淳二さんのモノマネをする芸人さんがいまして、はい、その BB 五郎さんと僕の二人語りのイベントがあります、でこちらに関してはですね、すでにですね受付始まっております、はい、で今告知始めて5日か6日ぐらいなんですよ、でうちのお店50人がマックスなので、はい、限定50名で、予約受付中なんですが、今の段階でもう35、6埋まっております。おですから残りがですね十数席しかありませんので、うん、まあ、これもですねもし興味があるんでしたら僕にツイッターだとかで DM だとかコメントを汚していただくか、うんうん、もしくはお店にですね直接問い合わせていただければすぐにチケット取ることができますので、はい、はい、この2つ、ぜひとも皆さん覚えておいてください。そしてよければ遊びてください。はい、この2大イベント皆さんねぜひ足を運んでここで話聞いてください。そうですね、6月の末ね、立て続けに怪談があるんですね。ある、今考えたらそうっすよね、うん、6月末ですね、中3日しかないですね。そうですね、27から30、実際中2日か、はい、2日、うん、そうですね、うん、間違ったな、組み方間違ったな今言って自分で思いましたね今振り返ると単独1週間ずらせばったまあまあ、それでもねやっぱり階段は好きな人は、うん、いつでも階段を着たい人ですから ね本当に、はい、本当もう何ぼでもやりますから俺、何ぼでもいいですよね、頑張ります、頑張ります、まあ、ね、はい、聞いていただければ嬉しいなとは思うんですが、はい、実は翔平さん、はい、語りを聞きに行かなくても怖い本を書いてますよね、はい、ちょっと、はい、なんていいチャンネルですねえ、まあ、皆さんね、まだ翔平さんよく知らないっていう方もね、まずここから入っていただいて、そうですね、はい、なんか読んでいただけると分かるかなと思います。はい、こちら2つ、はい、私ですね、はい、大和書房さんからですね、本を2冊出させていただくと、はい、何かありました今大和書房さんからですね、2冊本をですね出させていただいておりまして、はい、片方がですね、最初がはい、闇夜の訪問者という、はい、本を出させていただきました、はい、こちらがですね短編集で30話入っております。30話も入ってますからね、はい、で2冊目がですね、原野の侵入者と、はい、そうですね、はい、なっておりまして、はい、こちらが全部で27話かなか28話入ってるんですけども、はい、うん、なんとですね、話の本数は少ないですがページ数でいうとですね、約50ページから60ページぐらい、はい、
あの2作目の方があのボリューミーになっておりますすごいですね、今こうやって比べてますけど結構なボリュームですよ、うん、そうなんです、なかなかでもね、はい、30話って1人でやるってすごいですよね、いや合わせて60近くあるんで、いやありますね、でですね、あのこれ両方ともいわくつきの怪談本です、はい、ありがたいことに闇夜の訪問者、たくさん売れたんですけどもね、はい、日本各地からですね、はい、100件ぐらい僕のところに問い合わせがありましてあの読んでいる話の例が家に来るなんて聞いてないと、そんな似たような内容が全国から100通ぐらい、ね、大反響が、はい、そして出版社の方にも、はい、直接クレームが、はい、入ったという問題作でございます、はい、でもこれでですね、話題になっていただいたものですが2冊目これ原野の侵入者で出ました、で原野の侵入者に関しても、はい、読んでる最中に、はい、機材トラブルが起きるとあの携帯電話だったりだとか、あのテレビだとか、あのその身の回りの電子機器がおかしくなったっていうのが、これもですね僕のところにですね日本各地から40通ぐらい DM 来まして、で変わらず出版社の方にもクレームが入ったと、はい、ですからそんなですね、もしかしたらですよ、うまくいくと付録でたたりがついてくる、そんな感じのものはですね、はい、世の中探してもそうそうないです、ですから、はい、もし興味があればぜひとも皆さん、はい、Amazon だとかでも買えますしね、そうですね、はい、あとなんか今電子書籍のですね、あのサイトとかいろいろあるじゃないですか、はい、まあ、そういうサイトを見ていただいたりだってね、はい、まあ、そこでまた買えたりもしますから、うん、まあ、もし興味ございましたら、はい、ぜひとも原野の侵入者、そして闇夜の訪問者、よろしくお願いいたします、はい、はい、いやいやいや、あのね、もう今持ってるんですけど、僕持ってるね、こうやってカメラに映してますけど、ちょっとゾワッとしてますからね、あらこれね、あね、毎回思うんですけど、僕侵入者の方はなんかそんなにあんまり思わないんですけど、うん、こっちの目すごい気になっちゃうんですよ、あの訪問者の方、うん、ね、この顔が書いてあるんですけど、表紙の絵でずっと目が気になるんですよで、タマ様がこの訪問者の方、うん、持ってて部屋遊びに行った時に毎回気になるんですよ。いやーこれね、でもね、訪問者の方はマジで俺すげえなって思ったのが、俺の知らないところなんですよ、うん、なんか何年か前に、なんだっけ、本のタイトルわかんないで販売するっていうのが流行ったの知ってます？もうカバー、本自体にカバーかかってて、だから何の本かわかんないですよ、そのカバーかかってるから中身が何の本かっていうコーナーをなんかこう設けた本屋さんが結構日本各地あって、で東京のどっかだかの本屋が俺の本のこの表紙をカバーにして、うん、本ぶわーって出して、へこれでもそこが1万円らしいんですよ、であとはインパクトあるじゃないですか、いやこの表紙、すごいインパクトありますよね、うん、これ、そうですね、はい、そしたらですね、東京のですね、ビレッジヴァンガードさんの方ですごく好評だったんですけども、うん、ビレッジヴァンさんのスタッフさんたちが勝手に闇夜ちゃんって名前つけて闇夜ちゃん、うん、闇夜ちゃんがやってくるとなかなかね、言うので闇夜ちゃんが、はい、なってるぐらいなんで、なかなかね、やっぱこのインパクトありますよ、これ、そうね、でも怖いですよね、いや、なかなかですよ、もうすごいですよね、ぜひぜひ皆さんね、はい、読んでいただきたい、はい、ですね、はい、ということでですね、まあ翔平さんの告知もねやっていただいたんで、僕らもちょっと告知の方をやっていこうかなと思っておりますよ、はい、聞かせて、はい、はい、ではまあまず最初普通歌の方を募集しております、今日もまあメールはいただいてたんですけども、はい、まあ、ちょっと紹介することがね時間的にちょっとできなかったんで、はい、次回またラジオではね、はい、やろうかなと思っております、はい、すいません、はい、はい、そしてこちらの方はね重大発表ですか、はい、はい、なんとね次回のラジオはまた第2回外配信あ、外配信だと思ったんです、はい、僕これ書いてる時に、ただこれ帰ってきた日なんですよ、洞爺湖から、あ、そうだ、そうだから、はい、スタジオっていうか今のこの状態で放送はしますが、はい、ヘタヘタの中でやりますいやどうなのかね、まあでもお土産話もあると思うんでね、まあそうですね、洞爺湖漫画アニメフェスというところでちょっとコスプレして、はいはいはい、2日間楽しんでこようかなと、はい、まあ今回のね、はい、コスプレお互い何やるか、あ、もう僕は言いましたけど、タモさんも何やるかちょっと言ってないんで、ちょっと楽しみです、僕も、ちょっとね、あ、なんか昨日決まりました、一つ一つ、キンキンで1日目は決まったんですねとりあえず1個決まりました、はい、はい、ということで、次回のラジオなんですが、はい、6月の24日夜10時より、はい、まあ、配信ではございますので、よろしくお願いいたします、はい、はい、あとは告知等々何かありますでしょうか、こちらの方は
特にここのとはないんですけど、まあ、あのドル生ラジオの、ね、配信がいろいろとこれからまたトントンとあるんで、はい、動画のアップとかねありますので、そうですね、そちらの方をなんか見ていただいて、まあ、それでまああれですね、今回の東京遠征のすべてがこう、いや東京、ね、東京話、次あのあれですね、フリートークのおまけ放送でやりましょうね。はい、まあ、そうですね、はい、そうですね、はい、はい、ということで、はい、はい、アドレスをもう一度 お話をします。はい、アドレスは、ドルナマラジオ @yahoo.co.jp ドルナマラジオ @yahoo.co.jp、はい、ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO です。まあ、あの詳細の方に、書いてありますので、そちらの方からメールを送っていただければ嬉しいなと思います。はい、ということで OK ですかね。はい、はい、はい、というわけでね、あのお時間もなくなってきたということで、はい、ニコダムではまた来月24日日曜日22時よりお待ちしております。はい、よろしいですか。はい、はい、それではドルル TV すすめ YouTuber たま様とブーちゃんと今回のゲスト翔平でした。それではしたっけ。大体いい時間ですか。何分ですか。はい、今終わります。終わった、はい、せー駆け込みで30早まったけど巻いたけど、ほんとこれ持つとちょっと嫌なんですよ俺話さなかったっけ、うちのロック東京の階段室で村上ロックってこの前あったことですよね。そうロックがあの俺の本が入ってる棚あ、ありましたね。がお香とか置いてあるんですね。 あったじゃないですか、うん、あそこじゃなくて あそこでもなんか変なことあったらしいんですけど、うん、ロックの家も本棚があって、うん、夜中にバーンっていきなり音鳴ったんですよ。でバーンの後にダラララって聞こえて、いやなんか崩れ落ちたと思って電気つけてみたら、その本棚の俺の本が入ってる棚のところだけ板外れてて、でなんでこんななってんだよって思ってみたら、そこの段だけ板全部腐ってたんですって。うわすげえすげえ。あー今ゾワッとした今すげえ。アフタートークがすごいいいからということで、はい、ドルナマラジオはい、ここからは放送で入ってない部分の映像の、そうですね、はい、生放送では、話をしてない話をこれからしていこうかなと思っております、はい、まあ、20分ぐらい、はい、30分ぐらいかな、まあ、お付き合いいただければ嬉しいなと思っております、うん、ところでね、すごい開幕一戦すごい会話が入りましたけども、今でも本当に言っていい、はい、そや回ってるんだもんね。そうです、そや回ってるんです。今本当完全に焦って普通の感覚で喋っちゃったからいやなんかすごい、いやでも全然ね、あら、いや、まあ、このオフトークいい、まあね、に関しては完全にオフった状態で喋るっていうところも、もうまあそうそうメインとしてあるので、全然オフっていただければ全然構わないです、うん、本当に。だから僕も完全に楽です、はい、今、まあ、でもなんか僕もね、オカルトの話すげえ好きなんですげえ、まあ自分なりにね、なんかこう子供の時からこう勉強してるっていうかあれなんですけど、なんかこれね、なんかこれ言うとなんかただあれなだけでしょって思うかもしれないんですけど、なんかただ人間って、行こうと思ったところに行けないとか、なんか行きたいんだけど行けないっていう時があるっていう、なんか話を多分前ちょっとしたと思うんですけど俺多分この本多分ね、そうだと思うんですよね自分の中で、なんかすげえ怖い話好きだし見たいなと思うんですけど、やっぱなんかこうやって忘れちゃって手に取ってないっていうので、まだ1話ぐらいしかまだ読めてないんですけど、おお、なんか巾着の話ですか。わ、しかも ピンポイントすげえ話読んでるんですよでもこれなんかやばそうだなと思って見たけど、そうそうそう、巾着のね、話って、マジでね、うちのお客さんたちもあそこのページ開いた瞬間に空気変わったから読むのやめたんだよねっていう人めっちゃ多くて、それをピンポイントで読んじゃったんですね、逆に。そうなんかそれを、そう、だからもう、だからあの話だけしかもう見てないですけど、見てないっていうか、多分前編じゃないんですけど、しかもね、なんか中抜けて多分前と後ろの部分っていうか、あれ、どういうお茶っていうのはどっちだっけ、2冊目だっけな、巾着、だからね、じゃあ巾着とは書いてない、なんか匂いの話ですね。そうそうそう、匂いの話なんですよ、余裕じゃないし顔で比べ、よく声じゃられないし、そうか、森のカーテンの50歳で、あれ、家帰るときは全然毎日じゃん
一冊目かな。俺ね、やっぱりそういうとこあるんですよ。匂いの話ですね。匂いの話、匂いの話。多分最後の方だった気がするな。あ、お香だ。はい、あ、最後だ。闇王の訪問者の最終話、お香。でなんか本当にこの間あのライブバーにあの撮影ね、お店撮影2回目行った時に、なんかネタちょっとでも知っとかなきゃなと思って、なんか読んだのがそれだったんです。あー、いやあれはでもね、声かったもんな俺もこれ系ちょっと違和感ありそうと思ってだからなんかちょっと飛ばし読んだんですね。ちゃんと読まないです。まああのね、あの今こうやって動画を見ている方たちは僕ら普通にこうやって喋ってて、あの普通に多分聞けてるとは思うんですが、実はまあ今回のラジオのスタートも多分おかしいことになってはいるんですが、僕ら3人集まると何かあるんですか？機材トラブル。確かに多い。機材トラブル。最初のスリラーナイトさんの第1回目のお店さんの紹介の時も確か何かあったんですよ。そうそうそう。あのなんだっけ、いつもね、オープニングかかってるムービーが作動しないっていう。それ2回目ですよ。それ2回目か。そうそうそう。それをこの前。一発目はあれだ。なんだっけ、ここに置いてたカメラ、あの時のカメラが変だったんですよ。あ、ノイズずっと入ってたのか。そう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 。で、最初起動もしなかったですもんね、ちゃんと。そう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 。で、2回目、この前に行った時に関しては、抜けないはずの電源のところが抜けてたりとか。あー、そうだそうだ。すいません、カメラちょっと電源ないんで、とりあえずちょっとコンセント貸してくださいって貸してもらって、だって挿したんだけど、充電ならないんですよ。いつまでだっても充電ならないんですよ。え？と思って、すいません。と言って調べた結果、もともと棚の後ろにあったやつが抜けてたんですよね。いやそうだそうだそうだあそこね、抜けないんだよねだから結構だって物置いてありましたもんね。だ触らないですもん、あそこ。そうですよね。そう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 。とか、まあ、2回目に関してはそのオープニングの画像が流れない、流れるんだけど音が出ないっていうアクシデントもあったりとか、で1年に 2、3回起こるのは。そう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 、2、3回っすあれっていうタイミングに当たったんですよね、うん、これなんか俺ね、2つあると思うんですよね。なんかそういう悪い方のあれとやつと、あと止められてるっていう。ああ、はい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 、やらない方がいいよっていう一回警告が出てるっていうのもあるかなとは思ってる確かになくはないのかもしれないですよね。守るものがこういう風にやってるっていう部分でやってるかもなっていうのは僕的考えて言うと、もうそのね、はい、ダメっていう時に3歩ぐらい踏み込むと大体幽霊いる。そうそうそう。だから心霊スポットとかでも絶対ここの部屋だけ入りたくないみたいな、満場一致、で入る、触る、階段する、ってやったら階段するぐらいで幽霊見える。絶対確かに。3歩踏み込むぐらい。じゃあ僕らは今3歩目踏み出しましたよね。俺なんか亀井子さん行った時に、その駅舎のところで、ここ撮ったら絶対映るって思って撮ったやつに映ってます。うわー、もうなんかそうなんか心理写真って撮る人の霊感にもよるんですよね。あのね、民間の人が撮った方が映ったりとかするっていうので、ここなんか絶対映りそうだなってパッて撮った時に、ここの被ってる部分に。